はい、こんばんは、2月の9日木曜日でございます。まあ、開始から4分経過してるんですけどね、まあ、ここから始めてみたいと思います。はい、ではまず行ってみましょう。どうしようかな、今日は乾杯いきますかね。いいでしょう、3日ぐらい間空けたから。では今日もお疲れ様でございました。美味しいですね。ひょっとしたらエコーがかかってなかったかもしれないんで、いただきます。乾杯。今度は言ったですね、おそらく。まあ、昨日お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけど、ダメ犬の字の上にですねイエローカードを出しました。まあ、当然コメントはたまにしかないんでね、とりわけこれについてのコメントというのはそんなには期待できなかったんですけどね。まあ、いや結果的には、イエローをもらってないのにつけておいて正解だったということでございますね。まあ、やっぱり常にイエローをもらうんじゃないかなというふうにですね考えていることがですね功を奏しまして、まあ、今日1個2個かな、まあ、もっとあったかもしれないけど、ちょっと致命的なですね、ミスというかね、うっかりを やったんだけどもすぐ気がついてですね修正したので、大事には至らなかったということでね。やっぱりダメですね。どっかしらというかほとんど浮かれてる状態なのかもしれないですね。という意味でこのイエローはですね良かったですね。はい、なので、出しっぱなしにしているとですねまた、間延びしてしまうので明日ですねまた、何もなくてもイエローを出してですねその後2日3日ですね慎重に過ごすということでしょうね。とにかくレッドカード一発で退場、2枚で退場ということでね。でカードをもらった以上はですね次の出場権もですねお休みということになるのでね、出場はできるんだけども出場停止になるということでね、まあ、そもそも次のステージで戦う権利を得なければいけないのでね、そこは慎重にいきたいと思います。はい、まあ、でまあそんなことで結果的には、ハーフウェイラインでね、かなり攻め込まれてたなっていう感じなんだけども持ちこたえたけれども、まあ、今日も一点健常してしまったというところでしょうかね。11対2になりました。なかなかね、上っていうのは大変ですね。まあ、これ以上は言えませんけども、まあ、味方がですね、味方というかチームなんですけどね、人気があるわけでもないし、チームプレーに徹するわけでもないし、まあ、皆さん同じ手でやってるんですかね。とにかく試合を成立させればいいという、まあ、それ言っちゃうともう身も蓋もないんですけどね。まあ、どうしてもそっちの方向に思考がですね、行動が行く感じになるという雰囲気は私個人としては感じておりますね。まあね、もう一つやっぱりあるためにですね我々はお仕事をしなければいけないということで、ね、自分の生活とかね将来とか、秋に置いといて、お仕事の面ではねやっぱりその目的のために、
金的なことでグダグダって言われてやせる状況ではないだろうね。それも忠実にやろうとする意志が持ち続けてれば、まあ間違いないというふうに私は思っています。はい、まあね、あとはそう、イエローカード、レッドカードになりそうなゲームの一つ、靴ですね、見えるかな。よし、見えるかな。よし、靴ですね、履きました。まあ足をくじいたので、あ、これはまずいなと思って。骨折じゃなくてもね、なんだら断裂骨折みたいな筋肉の骨折も歩けなくなるんで、それは非常にまずいということで、ね、マラソン大会用に買った靴を履き鳴らしてですね、タイム度外視でとにかく、足をですね負傷しないで走り切るという、それで十分です。いうようなことですね。まだまだ、まあ、怪我したら怪我したでっていうようなギャンブルがされしてもいい状況にはないということなので、まあ、早くそのこと気にしないで、好きなマラソンですね、走れるような生活に一日も早くですねしたいなと思いますね。動ける時間というかね、人生を限られてるんでね、まあ、そんな風に考えております。どうでしょうかね、顔は映ってるでしょうかね。この、カメラ越しでは表情がそんなにわからないかもしれないですけど、ね、本当にひどい時は、遠くから見ても顔引きってなっている状況は今までの人生でありましたんでね、まあ、自分でこう見てチェックするのも いいことなんじゃないかなとは思います、はい。まあ、顔には出てないというところでまだまだ傷は浅いのかなという感じでしょうかね、はい。では、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ。